ということで、ね、死ぬよ、死ぬけどやるよ。はい、ということで、セルフレンディ、はい、6本目の、あ、6人目のね、チャレンジャー、ちょっと自己紹介お願いします。西武文理大学学生コーチの大森亮平です。ヘッドバンドを取られた学生コーチ夢の大森亮平です。学生コーチ、あ、そうなの、学生コーチが読んでくるすごい。まあ、結構昔かな、多分前動画で一応視聴者さん集めてワンワンやった時に、なんかちょっとストリートかぶれがいたんでボコボコにしてヘッドバンドをね、ぶん投げたっていう動画があったんですけど、これ一生つけんなかったわ。まあ、久々の対面ということで、ちゃんと勝てるようにお願いします。はい、ということで聞いてます、お願いします。負けたら全裸ってことやばいね。あるぞ。あるんじゃないこれ。
マッチ。今後の学生コーチ人生に期待したいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ということで、西武分離編終わりでございます。いやー、1からね、6本まで6人とやったんですけども、全部見てくれた方いますか？でね、6人と1日やって、めちゃくちゃ体力的にもやっぱきつかったんだけど、やっぱりめっちゃこう、みんなにね、見てもらいたいプレイヤーがいっぱいいたんで、こうやってね、6人と一気にやらせていただいて、で、ね、まあ、その後に練習もお邪魔させていただいて、みたいな、いろいろお世話になったんですけども、今回やった西武文理大学は今、関東3部で、上位リーグでね、結構活躍してて、多分今後、期待の星って言っても過言じゃないんじゃないですかね。で、めちゃくちゃね、まあ、大変だった撮影もね、疲れたし、まあ、編集もいろいろ頑張って、まあ、結果3勝3敗、まあ、最初3連敗してしまったんですけど、その後まあ3連勝して、まあ、引き分け、まあ、でも内容的には多分負けてるかな、はい、もっと頑張れたかなって思います。でもっとね、練習して勝てるように頑張るので、まあでもこのね、マジでこの頑張りは伝えたいと思ったから、本当にこの1日でね、6人とワンワンやって負けたりとかして、メンタルもいろいろあったし、めっちゃこう大変だったんですけども、まあ、無事全部出し終えて、できれば皆さん、もしね、この頑張りが伝わっていれば、高評価とチャンネル登録、あとコメントね、まあ、いろいろコメントはもうたくさんしてください。皆さん本当に高評価お願いします。はい、このね、頑張りが、まあ、高評価でこう見れるんでね、これでまた次頑張ろうって思えるんで、ぜひ高評価お願いします。ということで、西武分離編終わります。はい、またね、いろんな高校大学行ってワンワンいろんな人とやっていきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録してて待ってください。ありがとうございました。西武分離大学の皆さん。